今ね、備中松山城にいます、岡山県の高梁市ということで備中松山城、備中松山藩、6万石だったかな、城下町だったところです。で、今ね備中松山城ということでかなり山城ですけどね、あのバスで来てここからまだ歩いて 700m ぐらいなんですけど、すごいですね。はい、なんかバス行くところがなんかマチュピチュ、ペルーのマチュピチュみたいな感じがねしてね、この間あのバスが転落したって事故ありましたけど、でさらにまあ登っていく感じです。すごいですねこの山がね。築城されたのが1240年鎌倉時代初期ということで、まあ、そこから城主がいろいろと変わってってね、で江戸時代に関してはこう藩主がいろいろ変わってったんだけど、そこでね、まあ、途中でね、1240年に右官の地頭秋葉三郎重信が大松山に砦を築いたことが始まりと言われています。その後城の区域は徐々に拡大され、戦国時代にはその縄張りは臥牛山全体に及び、この城をめぐり数多くの武将たちの攻防が繰り返されていました。現在天守のある城は小松山城と呼ばれ、戦国時代末期に毛利輝元が築城を始め、江戸時代に入り備中国奉行小堀遠州による周回築を経て、その後城主となった水野屋勝宗の手により天那3年西暦1683年に完成したものです。皆さんがおられますここは中太鼓の丸跡です。古文書や絵図などの記録によっては大手門ですね。だからここから門があって入って、城に入ってるんです。すごいね、結構登ってきて汗だくなってますわ。そうですね、ここ石垣で作ってるんだけど、ここのところ岩なんですよね。自然の岩を利用してということです。で岩とこの石垣ですね、両方が混合してる感じです。あ、すごいね、これはなかなか面白いですよ。これが足軽の箱番所の跡ですね。ここに大手元とかにね見守ってた感じですね。なんで番所があったということです。やぐらがあったんだね、ここのところね。今ないけどこんな感じですね。すごいね、これそっから銃で撃ったりする感じですね。でこれが天守閣ですね。二層ですね。すごいね。
江戸時代からと考えるとすごいなって感じします。こんな山の上にね立ってるすごいよね。立派ですね。こんなに上に立ってますよ。そっちは川流れてて、もう山の本当上ですね。この景色見てください。これは本当の山城、日本三大山城で、こっちが天守閣です。今だからこの天守の中入ってますね。幻の身に生まれきて、露に宿く